1964年に建造した80メートルトン、全長16メートルの有人深海探査艇。実験船のアルミノートは、フロリダ州マイアミを拠点として1964年から1970年まで、レーノルズマリーンサービシーズによって運用され、海軍の任務や、ジャック・クストーの映画撮影等に就いた。アルミノートは有名な1966年の、 パロマレス米軍機墜落事故における水素爆弾の回収と1969年の大西洋での小型深海探査艇アルビン号の回収に使用された後、当時レイノルズ社の本社があったバージニア州リッチモンドの科学博物館に寄贈され永久展示される。活躍した期間は実質的に約5年と短期間ではあったが、海洋学安全保障の分野において、 数々の重要な成果を残した。レイノルズ社は1919 19年に設立され、合衆国で2番目、世界で3番目に大きいアルミニウムの会社に成長した。レイノルズ社はアルミニウムの用途の研究開発の先駆者だった。重量削減の効果があるので、アルミ製の乗り合いバスや自動車を試作した。自動車用の用途開発は始まったばかりだった。 アルミニウム製潜水艦の概念は、レーノルズ社で1942年、第二次世界大戦中に創業者の息子で、上級副社長であるジュリアン、ルイス・レーノルズによるものだった。当時34歳だったルイス・レーノルズは戦前は、売上の65%を占める、白部門を担当した。レーノルズメタルは、アメリカの戦争に、積極的な役割を果たしたが、それは、 アルミニウム潜水艦を建造する20年前のことだった。1964年、レーノルズは、ジェネラルダイナミクス社のジェネラルダイナミクスエレクトリック、ボートの建造した、世界初のアルミニウム製潜水艦を保有した。潜水艦は、マイアミを拠点とする子会社である、レーノルズマリーンサービシーズによって運用された。 多くの潜水艇と比較してアルミノートは大きかった。重量は80トンで3人の乗員と3から4人の科学者を収容できた。4箇所の観測窓を備え、能動式と受動式のソナー、マニピュレーター、サイドスキャンソナーを備え、6000ポンドの積載物を収容できた。レのノルズはアルミノートを設計し、実験として建造した。 多くの種類の海洋学とサルベージの任務に対応できる柔軟性を備えていた。1964年9月にタイム誌は、類いまれな仕様で51フートの船体は11の単造された円筒で構成されると記した。アルミニウムの強度重量比が鋼鉄を上回って、いったのでアルミノートの厚さ6.5インチの尖閣は、最大潜水深度17000フィートで、 潜水時に受ける 7500LBF、インの圧力に耐えることができた。アルミノートは、マサチューセッツのウッズホール海洋研究所で設計され1956年に初めて試験された。技術者たちが内部の空間を検討するために、実物大の木製の模型が製作された。計画は、当時、極秘裏に扱われた。当時、 タワー型の出入り口がなく、すぐに沈没した。タワー型の出入り口が設計され、追加され最初の試験で、潜水艦は転覆した。当時は、設計が非実用的でおそらく解体されると思われた。最終的な設計の1、16縮尺の模型が1960年に製造され、安定性と圧力の試験に合格した。潜水艦救難艦。 USS ペトロール上で1966年4月にスペイン沿岸の大西洋の水深762メートルから回収された水素爆弾アルミノートは事故時に有用だった。1966年1月17日 TNT 換算で1.45メガトンの水素爆弾がスペインのパロマレス沖合の地中海でアメリカ空軍のパロマレス B52 事故によって 失われた。B-52 爆撃機と KC-135 空中給油機の事故で8人の乗員が死亡した。3機の水素爆弾は地上に落下して1機は水中に沈んだ。地上に落ちた爆弾は速やかに落下地点を特定できたものの、海に沈んだ爆弾は場所の特定ができなかった。アメリカ海軍はウィリアム・ S. ワイルド・ビル・ゲスト提督の下で、 スペイン沿岸に18隻の艦船2200名を回収任務に充当した。さらに艦船や民間の上院のアルミノートと深海探査艇アルビン号の両船が専用の機材を装備して共同でこの未曾有の危機に対処することになった。アルミノートとアルビンは水深を調べ沈没した爆弾の位置を特定する任務に就いた。80日間の探索は アメリカとスペインの関係に圧力をもたらし、ソビエトの広報者は、タイム誌に、反米の豊富な放射性効果物と記述した。爆弾はアルビンによって、水深910メートル付近で発見され、1966年4月に、回収された。ゲスト提督は、報道に、写真撮影を許可して2100ロングトンの、潜水艦救難艦の USS ペトロール上で、 水素爆弾の写真が撮影された。両方とも1964年に就航したものの、より小型のアルビン号は、はるかに、長寿命で35年後でも、まだ重要な任務で働く。アルミノートは1969年にアルビンを救助した。1968年10月、アルビン号は、ノアの母船であるルルで輸送されていた。 ルルは退役した2隻の海軍のポンツーンボートに支持構造体を追加したものだった。アルビン号の栄光中に、ルルの側面からの2本の工作が外れて3人の乗員は退避してハッチは開かれた状態だった。ポンツーンとの間にデッキはなく、アルビン号は水をかぶりすぐに沈み始めた。3人の乗員は脱出したが、潜水艇は1500メートルの海底に沈んだ。 1969年9月、アルビン号におよそ1マイルの長さのケーブルと網を巻き付ける作業にアルミノートが使用された。USS マイザールによってケーブルが巻き上げられ海面に姿を見せたアルビンの損傷は軽微であることが判明した。この事故では0度近い海水と低酸素で保全されたことが明らかになった。アルビン号は事故後、 主要な分解整備が必要だった。アルミノートの海軍での他の仕事として2100ポンドの魚雷をバハマでの音響試験時に回収した。ジャック・クストーとイヴァンとスタジオの映画撮影を助けた。海軍海洋局の測量では、深度6000フィートまで到達した。アルミノートは1970年に引退した。その後、レーノルズ社からバージニア科学博物館に寄贈された。 世界初のアルミ製潜水艇の永久展示になった。アルミノート号の展示は、訪れる人々に、アルミニウムとレーノルズ社がリッチモンドと合衆国に、貢献したことが伝えられる。なお、レーノルズ社は2000年に、アルコアに買収されている。ありがとうございます。